客船、タイタニック沈没時の船長エドワード・スミス船長の最後対戦とは、海事における伝統の一つで、船長が自分の船とその船に乗っているすべての人に対して最終的な責任を持ち、緊急時には、船上の人をすべて助けてから一番最後に、対戦するか、さもなくば、死を覚悟するというものである。船長は、船と運命を共にするとも言う。 1912年に沈没した客船タイタニックとその船長エドワード・スミスに関連して言及されることが多いがこの伝統はタイタニック沈没よりも少なくとも11年前には行われている船の遭難時ほとんどの場合において船長は自分の避難を後回しにして他の人々を救うことに集中するその結果一番最後まで船に残ることになる船長は 船と共に沈んで死ぬか、一番最後に救出されることが多い。この伝統は19世紀に作られたウィメンチルドレンファーストという別の行動規範と関連している。どちらもビクトリア朝時代の理想的な騎士道精神を反映したものである。当時の上流階級の人々は神聖な名誉、奉仕、弱者への敬意に結びついた道徳を守ることが求められていた。 これは女性と子供は一族によって保護されるべきという古来からの規範に由来している。1852年のイギリス海軍の輸送船バーケンヘッドの沈没事故では女性や子供を先に避難させてその命を救った船長と兵士たちの行動は多くの人々から賞賛された。ラドヤード・キップリングのシソルジャーアンセーラー2やサミュエル・スマイルズの自助論では 船が沈んでいく中、気を引き締めてバンドを演奏した男たちの勇姿が取り上げられている。船長は、すべての乗船者の避難が完了してから最後に、対戦するか、すべての乗船者の避難ができないときは、たとえ自分が助かることができたとしても対戦せずに、船と運命を共にするという伝統がある。社会的文脈の中で、船長は、 社会的規範としてこの責任を負わなければならないと感じるだろう。海事法では船の状態がどのようなものであっても選手の責任が最優先されるので船を放棄することはサルベージの権利の性質を含めて法的な結果をもたらす。したがって船が遭難した時に船長が船を放棄して避難したとしても船長が不在の間の出来事についても船長は 一般的に責任を負うことになり、船の危険性が容認されるまでは船に戻らざるを得ない。遭難した船を船長が見捨てることが犯罪とみなされることがある。2012年のコスタコンコルディアの座礁事故において、フランチェスコ・スケッティの船長は乗客よりも先に避難した。その行為が広く避難されただけでなく、乗客を見捨てた罪で1年、ナンパ事故を起こした罪で5年、 犠牲者を過失致死した罪で10年の計16年の実刑判決が下された。船長が船を見捨てることは、スペイン、ギリシャ、イタリアで何世紀にもわたって、海事犯罪として記録されてきた。韓国の法律では、船長は一番最後に避難することが義務付けられている。フィンランドの海事法では、船長は遭難した船に乗っている全員を救うために、全力を尽くさなければならず。 船長の命が直ちに危険にさらされない限り、救えるという合理的な希望がある限り、船を離れてはならないと定めている。日本では、制定当初の船員法の第12条において、緊急時の船長の最後対戦の義務が規定され、違反者には懲役刑が課せられていた。これは1970年に改正され、最後対戦義務は廃止された。アメリカでは、 船を捨てることを違法行為とする明確な法律はないが、船長は何世紀にもわたって受け継がれてきた古文老の判例を包含する過失致死などの罪に問われる可能性がある。国際海事法上は遭難した船を船長が見捨てることは違法ではない。日本海軍においては撃沈された艦から生還した艦長はその多くが予備役に回されたり、 左遷されるなど厳しい処分を受けた。例としては、赤木の青木大二郎大佐、比江の西が正尾大佐などがある。このこともあり、多くの大型艦の艦長は、船と共に沈まざるを得なかった。2012年10月29日、ハリケーンサンディによって沈没したホブネー、バウンティー。発電機が停止して、船が浸水し、ボルビリッジ船長を含む2名が死亡した。 船長は船と共に沈んで死ぬよりも船を自沈させて危険から逃れることを選ぶ場合もある。この選択は通常損傷によって船の乗客や乗員の大部分が直ちに危険にさらされることがない場合にのみ可能である。遭難信号が成功し乗組員や乗客、船の貨物などが救出された場合、その船はサルベージする価値がなく、 沈没させられることになる。また、プエブロ号事件のように、敵の軍事組織に船舶が打破され調査されるのを防ぐために遭難した船を破壊する場合もある。また、貨物として運んでいる商品や軍需品を相手側に捕獲されるのを防ぐために破壊する場合もある。また、船長が自分の身を守るために乗組員や船舶、その任務を犠牲にする場合もある。 船の指揮の責任を回避することにより、通常、船長は法的、刑事的、社会的な罰を受けることになる。パンアメリカン航空006便富士着水事故。太平洋への着水に成功した後、2つの救命ボートで乗員、乗客全員が避難した。この写真が撮影された数分後に飛行機は沈没した。この概念は航空機の機長に対しても、 法的に明確に順用されており、飛行の操作と安全性に関する最終的な権限と責任を有するという形で述べられている。この概念は航空機が海や川に墜落、または着水した後、機体が水中に沈むことがほぼ確実となった場合に特に関係する。例えば2009年の US Airways 1549便富士着水事故においては、 機体がハドソン側に不時着水した後、機長のチェズレイサレンバー側は乗客がいないか最終確認を行ってから航空機を最後に脱出した。1956年10月16日のパンアメリカン航空006便不時着水事故では乗員、乗客31名全員が救出されたが、機長のリチャード・エヌ・オックは最後に飛行機から出てきた。 1988年に出版されたジェリー・ビー・ハーベイの著書アビリーンのパラドックスによれば、1968年の日本航空サンフランシスコ湾着水事故における日本航空零零二便の機長は、事故直後に自分のミスであると正直に評価したことでアメリカで有名になった。この事故は着陸時の操縦ミスにより、滑走路の数マイル手前のサンフランシスコ湾に着水。 座礁したものである。着水地点は、水深の浅い場所であり、乗員、乗客107人全員が無傷で生還したが、飛行機から一番最後に出てきたのは貴重だった。船長は、船と運命を共にするという言葉は、比喩的に、船長を、集団のリーダー、船を何らかの大惨事、運命を共にするを厳しい罰や死を意味する状況に置き換えて使う場合がある。 軍隊において、あるいは、集団の中のリーダーシップが明確な場合に、参照されるのが一般的である。例えば、鉱山内部で大規模な火災が発生し、鉱山の監督者が中に閉じ込められた労働者を救出しようとして、亡くなった場合に、船と運命を共にしたと言ったりする。ベーラー大学で起きた大規模な性的暴行スキャンダルの後、同大学は、 ケンスターの学長職を解任した。兼務していた総長の職は継続されたが、学長解任の当日、スターは総長も辞任することを発表し、明らかに不十分であったベーラー大学の行動に対し、進んで責任を引き受けた。スターは、このスキャンダルによる辞任は、両親の問題であり、船長は船と運命を共にすると述べた。ありがとうございます。